やっと5時間目か。眠いわ。やっぱり昼食の後は眠くなるよね。それな。でも気合い入れんとね。次、保健体育だし。5時間目の保健体育を気合い入れて受けるんだよな。ギャラのくせして。そういうとこほんと手が過ぎるんだよな、みずきちゃん。おーし、それじゃあ授業始めるぞ。待ってました。一丁やりますか。受験間近の塾でしか見ない失笑鉢巻きするんだよな、保健体育の授業。これには林修もさすがに言うよ。今じゃないでしょ。でも、そういうとこがみずきちゃんらしくてすこ。それじゃあ早速みんなに質問だ。日本人の平均寿命ってどれくらいか知ってるか。はい。みずき。2021年のデータでは、男性が 81.47 歳、女性が 87.57 歳です。おー、完璧だ。完璧なんだよな、保健体育の予習、ギャルのくせして。今が楽しければそれでいいなんて価値観はもう古いんだよな。今の時のギャルは平均寿命を知った上で終わりから逆算して人生設計をしてるんだよな。それが令和のギャル、みずきちゃん。先生、ついでに一つ質問があるんですけど。おー、いいぞ。なんだ。昨日の夜、愛についていろいろ調べてたら、キスをすると寿命が伸びるって記事見つけたんだけど、これま？質問内容、マッチで可愛いんだよな。ギャルのくせして、そして昨日の夜、愛についていろいろ調べていたんだね、みずきちゃん。それを人は、決定と呼ぶんだぜ。おう。まあ確かにドイツの研究によると、毎朝キスをする男性は、しない男性と比べて5年長生きするなんてデータはあるな。本当なんだ。キスすごい。それってやっぱり、愛の力すか。愛の力信じてるんだよな、ギャルのくせして。もうなんか髪色も相まってギャルっていうよりプリキュアに見えてきたよ、みずきちゃん。まあ正確な因果関係はわからんが、キスをすると脳内のコルチゾールというストレスホルモンの値が下がって、逆にあれが上がってストレスが和らぐって言われてるんだよな。愛情ホルモンって言われてる、なんだっけな。ああ、オキシトシンですね。そう、それ。オキシトシン知ってるんだよな、ギャルのくせして。多分、愛情ホルモンって言われてるから知ってるんだよな。そして、今私はそんなみずきちゃんを見てオキシトシンが増えまくっております。でもそのキスでストレスが和らぐってのも好きな人とじゃないといけないって話もあるからな。そういう意味じゃあながち愛の力ってのもない話じゃないかもな。ん？そもそもキスって好きな人とだけするもんなんじゃないの？オキシトシンの供給がとどまることを知りません。大変です。みずきちゃんの隣の席にいるだけで私の寿命10年は伸びてるよ。ありがとう、みずきちゃん。ありがとう、すべてのオキシトシン。ああ、そうだな。好きな人とだけキスは するもんだな。おお、怪しい反応すんなよ、教師。みずきちゃんに変なこと吹き込んだらオタコン代表して私が許しまへんで。先生はキスしたことあるんですよね？え、おお、まあ、あるが。ファーストキスって、甘いんすか？オキシトシン警報を発令いたします。直ちに低低ショックに備えてください。そりゃさすがにやりすぎですね、みずきちゃん。人には一日に摂取していいオキシトシン量ってものがあるんですよ。用法用量守らないオキシトシンはもう毒物と同じですぜ。ファーストキスの味か。そりゃ人それぞれ違うからな。ただちゃんと毎日全部の授業を受けて、今度の調理実習とかもきちんと受ければ、もしかしたらわかるかもしれないよな。どんな味か。みずきちゃんの純粋な心をもてあそぶクソ教師め。しゃあね。調理実習、一丁かましたりますか。みずきちゃんと同じ話、調理実習楽しみ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。サクマ式ドロップスとサクマドロップスの違いは2種類の味。サクマ式はブドウとチョコ、サクマはスモモとメロン。また次の動画で。